東西能拿的拿走，拿不走的炸掉。按原定计划，拥挤北门会合。是。好。どういうことだ？横川によると、攻撃をするとき、いくつの敵に襲われた。どこだ？後ろの山道で、後ろの公園と支部隊は一目に合わせた。 なぜあそこに敵が現れたんだ。確かに敵軍らしくない。だが我が軍に近いのは遊撃隊だけです。まさか奴らの仕業でしょうか。もし遊撃隊ならば、それはきっとウェーダー風だ。エーサイに駐屯するのはシェン軍だ。 意外に球場が忘れられないんだな。司令官、四次、必ず落とす。香川小林君に電報して敵を消滅すると。いや、生け捕るんだ。あのチャンファイチューのように我らに使わせるんだ。はい。 神了，你咋算出来？每次他们都是正面挨枪，你咋算的？说，我这不是算，这是谋略。快点，快速通过，往前走。快点，快点，快点，快点！ 快点！快点！
弟兄们，我们中了鬼子的埋伏，现在已经无路可退了，只有拿命，跟鬼子拼了。多杀一个，咱就赚一个。一会儿打巷战，这样不但能拖住鬼子，或许还能引来其他地方的鬼子。团长他们到达北门的机会就更多。 弟兄们，准备战斗！是。大哥！大哥！
报告参谋长，三连长那边还是没有任何消息。大河，赛德那边还没消息，我们不能再等了，必须要进城了。进攻了，我们要是再不进的话，就进不去了。赛德，我不能把我兄弟一个人扔在城外头。大河，你给我好好看看，这前后左右哪个不是你兄弟？这个事情你得听我的。营长，到，集合队伍，进城。我命令你接替任旅长，再坚守一天，能守得住吗？能，请同志们放心，保证完成任务。我已经派人把任旅长和伤员们都送出了永济城。好，有你这句话我就放心了。守住了，我给你请功。谢谢董指挥。命令，全军转入正面攻击，减轻永济的压力，一定不能让日军渡过黄河。是。司令官、わかりました。上田河は遊撃隊を連れて山庄から出発してまだ帰ってきてません。昨夜罠にかかったのはあいつの連長です。現在4G に入りました。奴らの人数は5、600人です。司令官、今は敵すべての防衛を突破した。4G を落とす、今は古希だ。風領土への敵援軍の到達時間を探れ。英才さえ取れれば風領土は我らのものだ。奴らが到達する前に英才を通り風領土を落とす。はい。城里边没有重炮，只有6门迫击炮，汉阳造30节重型机枪8挺，每个连5挺陕西造白狼零式轻机枪，其余全是陕造步枪和手榴弹。永济城立于黄河边，绕城一周9里3，咱这点兵力拉扯得太分散了。是这，步炮连放在城的东北角。李副官，你部前一阶段伤亡较大，南门比较安全，你部作为总预备队暂时守南门。是。东门和北门交给我们。好。还有，敌人掩护的火力啥时候停止射击？步兵冲到城墙下的时候，他们怕伤着自己人。那就这个时候开始打。那能拦得住吗？咱的武器差，射程不够，远处够不着，那咱就把它放到近处打，城墙上分高低。对，这样的话可以最大限度的减少我们的伤亡。嗯，安排弟兄们一个排一个排的杀，我不能让我的弟兄白白的去送死。还有啥问题没有？没有了。那就按刚才说的执行。是是。你看我干啥？
魏大海，我看你现在咋跟高小山越来越像了。你放屁！放啥屁？哎，你刚才布置的这些打法和战术，你告诉我哪一点不是高小山用我的？嗯？老子能跟他一样吗？那是我自创的魏家兵法，哪个他能比？我看排毒排了这一年多，你白排了你。 魏大河，我跟你说，我咋说你啊？你就是个煮熟的鸭子，你肉赖嘴不烂，排啥毒啊？我看你中了毒才是最深的呢，你。孔爷。 助理部队还没有赶到呢，啊！喂，哎，那撒手能赶到枫林都吗？留在明天。这简直是儿戏啊！这次三场，这样贻误战绩，这都是杀人犯。现在只能让魏大河再坚持一天了。魏大河。 魏大河基本人跟日军几战了一天了，你说他还能坚持多久？我跟你说，如果枫林渡失守，那咱就无限可受。前后狗。 城壁に集中し、一気に英才を落とす。はい。司令官。全く天の助けだな。法蔵南軍は皇帝系のため、我が軍は一日中稼ぎ、この一日は絶対我が軍に効果を渡らせます。どうやら中国軍は大したことはなさそうだ。 この電報はちょうどいい時に来た。浜崎、今日は必ず英才を落とす。明日は大部隊を連れ黄河を渡る。わかりました。 Thank you.
一直联系不上，不知道是不是外围被切断了。而且，胡宗南的部队没有按照指定时间出发，现在还在路上。傅司令，魏团长，他们不打，我们打，打到魏大河，脱险为止。 是。 仗已经打了两天了，咱们的兄弟就剩下不到300人了，可是他们现在才出发，这分明是把咱们往绝路上逼。这分明就是牵制不公，拿我们陕军当靶子。这狗日的胡宗南，这就是借刀杀人，借刀杀人！现在不是说这的时候。 将军本分，既然前职有命令，那咱就得执行。再说了，丢了永济，就等于丢了丰宁渡。黄河那边就是咱的老家，就是再难，咱也得守。可是要这么个打法的话，你看日军的火力，恐怕我们撑不到明天。那咱就炸他狗日的！不炸掉鬼子大炮。 明天，咱就撑不到天黑。司令課課、歩兵は集合中。明日夜に城壁を攻撃する。およそ2時間かかります。小林大隊と唐谷大隊を考慮し、波進行を使い城壁から。 突入する。敵の突破要注意だ。敵は必ず西門から突破する。国家に沿って奮闘へ向かう。我らその後追撃し、効果的奴らを証明する。よし、計画通り行動しろ。はい。はい。 鬼子的大炮都在那边，主要警戒，前面和两侧，后面的人不多。那鬼子主力在啥地方呢？就这个阵地，往前3里。大师长，一会儿我值班打响以后，你马上动手，要快。明白。
司令官，松原的电报，歩兵，歩兵は敵中され、大砲は全滅した。何だと？ 命令を伝えろ。すべての砲兵をここに集中させ、夜明けから栄西に波状攻撃を絶え間なく仕掛ける。午後2時までに必ず栄西を占領する。はい。 城门夯实了，出了西门，那三个门我都用土给夯实了。鬼子进不来了，都堵死了，那生门在哪？咱咋出去啊？刘叔，给咱们自个儿留生门，那就等于是给鬼子留活路。可万一赛义德他们……